はい、今回の限定はですね、世界一うまい料理と今まで言われましたマッサマンカレーですね。ここにして期間限定発売しております。食べてみたいと思います。まあ、いつからちょっとやってたのかよくわかんないんですけどね気づいた時にはもう10月の品切れ次第なくなりっていう形になってるんでちょっと前からやってたのかな。上質な甘みとコクのあるココナッツミルクとシナモンをはじめナッツのスパイスとかオリジンワリ辛いタイ風カレー。マッサマンカレーとは世界で一番うまい料理とされたカレーでございます。じゃがいもと鶏肉をホロホロに煮込んだタイカレーの一種ですと。スパイスの香りがめっちゃいいですね。大きめの具材も結構目を引きますよ。ココナッツミルクとシナモンがほんのりちょっと香ってきますね。一見ね、甘みが、一口甘みがあるかなと思うと結構辛みがきます。でね、ナッツとか大粒のスパイスが結構食感がいいアクセントになってますね。じゃがいもとチキンはね、食べ応えありますね。かなり大ぶりになっておりますので、辛さが足りなければ飛び辛スパイスで調節しましょう。何辛とかにしてもいいですけどね。大きめのチキンはね、柔らかく煮込んであってすごく食べやすいです。口の中でホロホロってほどけますんでね、これ美味しいですね。一度本場の食べてみたいですね。どんな味なのか。これは辛さがなんと20辛まで選択できるようになっています。いずれ挑戦したいと思います。世界一うまい料理と言われたマッサマンカレー、ぜひ食べてみてください。今回の動画はここで終わりになります。ありがとうございました。